皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の3回目は、前々回と前回の補足として加法と減法の記号、これは省略できませんよというお話をします。乗法の積、掛け算の答えですね。これは掛けるという記号を省略して答えを表しました。また乗法、割り算ですね。この場合は割るという記号を使わないで分数の形にして答えを表しました。だけど加法、足し算の記号と減法、引き算の記号、これは省略することができません。では具体的に例を使って説明していきます。例のカッコ 1a×3+4×b と、足すの記号の前に掛け算、後ろに掛け算、こうなっています。この場合は前の部分が数字が前に来るので 3a と、で足すを書いて 4×b は 4b ですね。これはもう足し算の記号を省略することができないので、これが答えです。これ以上は計算できないんですね。よくある間違いは3と4を足して 7ab と書いてしまう人、こういう人がいますけれど、そういう答えにはなりません。これが答えの形になります。カッコ2番、 7×c-x÷3、 これ前の部分は 7c ですね。そして引くと書いて x÷3、 これは割り算なので分数の形になって3分の x、 7c-3分の x、 これが答えになります。これ以上は計算できません。括弧3番です。 m÷3+4×n-1 ですね。前の部分は割り算なので分数の形にします。3分の m 足す 4×n は掛けるを使わないで 4n、 そして引く1と、もうこれが答えです。足すの記号、引くの記号、これは省くことができないので、このままが答えなんですね。括弧4、 a×-6+2÷b 引く d×c と、この計算ではまず前の部分はマイナス6、数字が前に来て a 足すで b 分の2と、そして引くと d×c、 アルファベット順になると c が前に来ますよね。ですから cd、マイナス6a+b分の2、引く cd と、もうこれ以上は計算できないんですね。括弧5、 x×y÷z+6×a となっています。前の部分は掛け算と割り算があるので前から順番に計算していきましょう。ですから最初の部分は x×y は xy で割る z 足す、後ろは 6×a で 6a と、この割り算の部分、分数の形にすると z 分の xy 足す 6a と、ね、z 分の xy 足す 6a、 これが答えになります。この足すという記号省略できないと、ここでは引くという記号が省略できないと、ね、加法と減法の足す引くの記号は省略できない、このことを皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。